ちは。お兄ちゃん、一体何やったの？髪が短くて森を持った女の子？それって…ヒカルちゃんじゃないかな？坂東ヒカル、私の一個上の学年だった子。お兄ちゃんが島を出てから引っ越してきた子だもの。でもね、私もよく知らないんだ。ヒカルちゃんもめったに学校に出てこなかったから。ヒカルちゃんね、おっかなそうなお父さんと二人で暮らしてんだよ。お父さんは怖いけど、ヒカルちゃんは楽しい子だよ。私一緒に遊んだことあるもん。みんなは変な人たちって言ってるけどさ。みどり、余計なこと言わないの。だってみんなそう言ってるじゃない。噂で人をどうこう言っちゃダメ。だいたいあんたおしゃべりすぎるんだから。あんまり島の人たちと付き合わないから。澤部に小屋建てて二人だけで住んでるの。集会にも出てこないし、お店でお買い物もしないしね。あんたは黙ってなさいって。みんないろいろ噂してるよ。よそで悪いことして逃げてきたんじゃないかとかさ、なんか地面の研究してるとか、宝探ししてるとか。みどり、いい加減にしないと怒るよ。わかったよ。そんな噂、信じない方がいいと思うよ。悪い噂って大げさになるもんだし。私もひかるちゃんとはちょっとしか喋ったことないけど、元気で楽しい人だと思ったもん。はあ、でもお兄ちゃん、このスーツどうする？難しいかも。一応挑戦してみるけど。2日しか袖通してないのにもう覇気なんてかわいそうだもんね。お兄ちゃんもスーツも。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、朝だよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんってば。お兄ちゃん、起きろ。you
優しく起こしてればいつまでもグー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 って、もうやっぱり叩き起こすのが一番みたいね、お兄ちゃんの場合。あ、人を目覚まし時計代わりに使っといて注文なんかするわけ？忘れてた。分かったよ。優しく起こせばいいんでしょ？優しく起こせば。昨日のクシャクシャスーツはやっぱアイロンじゃ治んなかったの？努力はしたんだけどね。おばあさんにも聞いてみたけど無理だろうって。しょうがないから町でクリーニング屋さんに頼んでみる。じゃ、行ってくるね、お兄ちゃん、緑。だから、分かったっつってんでしょ？怒らないでよ、お姉ちゃん。こっちが怒らせてんじゃない。ほっと、あんたって学校の先生みたい。同じこといっつまでもグダ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 繰り返して。ごめん、でも。でもはもういいっつってんの。あと一言でも言ったら私マジで怒るかね。私は私の勝手にやるから。あ、お姉ちゃん待って。あ、先生、篠原さん。あ、はい。アキラです。
藤崎明。僕、先に。行っちゃった。喧嘩見られて恥ずかしかったのかな。私なんか、お姉ちゃんと喧嘩してるのを人に見られても全然気にしないけどな。いつものことだし。そりゃあんたが無神経なだけ。私は恥ずかしい。私、今のお姉さんとよく船で一緒になるよ。まだ話したことないけど。私は船室にいるけど、あの子はずっと甲板に出っ放しだから。向こうに着いたら違うバスに乗るから。いけない、船が出ちゃう。じゃあお兄ちゃん、緑、行ってくるね。行ってらっしゃい。ねえ、陽平先生。ここんとこよくわかんないんだけど、教えて。だって先生でしょ？教えるのが仕事じゃない。私今こっちの子たちを見てあげてて手が離せないの。みどりちゃん、陽平先生に教えてもらって。はい。私陽平先生の生徒第一号。あ、それじゃあ私第二号になる。陽平先生、その次私も教えて。
陽平先生、俺も。その次僕、その次僕。陽平先生、早く。分数の応用問題、引き算なのに答えが最初の数より小さくなっちゃうの。半分くらいかな。でも大丈夫。分かんなかったとこは明日三島先生に聞くから。お疲れ様。どうだった？初めて生徒を教えた感想は。ちょっとは教える側の苦労が分かったかしら。自分で理解してるってことと、それを他人に分かりやすく伝えるってことは全然別のことなのよ。まだまだ本番はこれからよ。今日はみどりちゃん一人が生徒だったけど、そのうち1学年の授業を丸ごと受け持ってもらうんだから。心配しなくても大丈夫。その時は相談に乗ってあげるから。どうすれば生徒が理解しやすいか、いろいろ考えてごらんなさい。教え方っていうのは技術よ。そして教師はその技術の専門家。とりあえず喋り方はゆっくりめに、発声ははっきりとね。では今日のレポートを書いて提出すること。僕、忘れ物して。じゃあ先生、さようなら。
はい、お疲れ様。
よく見たいから。見たいの。優しいところ。もう見たから。中止。患者さんが来てるんだってさ。患者さんがいる日は朗読会はなしなの。展望台で缶蹴りでもしようぜ。それより見に行かない？海。私缶蹴りがいい。俺海がいい。
またね。先生、ええ、往診に行ってたんですけど、思ったより早く済んで。そうと分かってたら朗読会を中止にしなくてもよかったんですけど。子供たち待ってました？そうよね。みんな他にもいろいろ楽しいことがあるんですものね。コーヒーいかが？そうなんですか。私も一緒にいたかったな。本当に？そうなら私本当に嬉しいわ。あの子が全然笑ってくれないから、嫌われてるのかと思ってたから。そう思って自分を励ましてたんですけどね。ありがとう先生。今の言葉で勇気100倍です。先生はもう人気大爆発じゃありませんか。ええ、夜中に休館の方が来ることもありますから、ここにはいつも誰か人がいないと。いいえ、患者さんが出ることなんて本当に時々だし、設備もちゃんと揃ってるし、不便なことは何もありませんわ。島の人たちもみんなよくしてくださるし。先生も以前はこの島にいらっしゃったそうですね。いかがです？10年ぶりに訪れた故郷の印象は。奈美先生、すいません。野良仕事してたら指怪我しちゃって。あ、はーい。ええ、楽しかったですわ。また朗読会にいらしてね。